レオン・エドワード・パネッタは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士、バラク・オバマ政権で、第21代アメリカ中央情報局長官、第23代アメリカ合衆国国防長官などを務めた。1938年6月28日に、カリフォルニア州モントレーで、イタリア移民の子として誕生した。1960年に、 サンタクララ大学政治学専攻を卒業し、1963年に同大学ロースクールホーム博士課程を修了。1963年にアメリカ陸軍に入隊して情報商工となる。1963年に少位に昇格。1966年にアメリカ陸軍商用賞を獲得し中尉に昇格し、同年に除隊した。もともとは共和党員で、 1966年から1969年まで共和党恩恵派のトーマス・カッチェル、連邦上院議員の政策秘書を務める。1969年にロバート・ハチソン・フィンチ保健教育副市長官の補佐官となる。その後保健教育副市長公民権課長に任命されたが、翌年の1970年に辞職した。 1970年から1971年まで、やはり共和党恩恵派であった、ニューヨークのジョン・リンゼー市長の補佐官を務めた。1971年には、モントレーに帰郷し、法律事務所を共同経営しながら弁護士活動に従事、この頃民主党員に転校した。1977年から1993年まで、カリフォルニア州16選挙区から民主党の、 連邦会員議員を務めた予算、教育、公民権などに取り組む。1979年から予算委員会に所属し、1989年1月3日から1993年1月21日まで予算委員長を務める。その後民主党のビル・クリントン政権の1993年1月21日から1994年7月17日まで。 アメリカ合衆国行政管理予算局局長を務め、1994年7月17日には、第18代アメリカ合衆国大統領、首席補佐官に抜擢され、1997年1月20日まで、務めた。2009年1月20日に、バラク・オバマ大統領から第21代、アメリカ中央情報局長官に指名された。アメリカ陸軍隊は、 内政畑を歩んできたことから、ジャーナリストや CIA などアメリカの各情報機関では経験不足を懸念する声が上がった。一方で組織をまとめる能力は高く評価されている。上に、クリントン大統領の主席補佐官時代には CIA のブリーフィングに定期的に出席していたことから、アメリカ中央情報局長官としての力量には問題はないという声もあり、 イラク人虐待問題などで失墜したアメリカ中央情報局の信頼回復を期待された。2011年4月にバラク・オバマ大統領から国防長官に指名され、2011年6月21日にアメリカ合衆国議会上院本会議でアメリカ中央情報局長官の時と同じく全会一致で承認され、7月1日よりロバート・ゲイツに代わって、 第23代アメリカ合衆国国防長官に就任した。また2019年に朝日大受賞を受賞した。ありがとうございます。